おやつさん、ゆうきです。今日ですね、あるところに向かっております。バイクはね、RZ50 です。ちょっとね、気になるところあるんで、そちらにね、向かおうかなって思ってます。いやー、2021年になりましたね。15分ぐらい走りたいと思います。ヤッホー。カメラはね、 GoPro Hero 7 ブラックです。解像度は 1080p の 24fps ですね。で撮ってます。いつも60で撮ってたんですけど、ちょっと 24fps で撮ろうかなって思って、そんな感じですね。さあ、僕はね、ここ右に曲がります。はい、そしたらね、ここに出るんですよね。はい、ここはね、よく警察いるんで、しっかり一時停止してください。いやー、寒いっすねー。こうやってね、なんか GoPro で撮影するのもなんか久々だなって思って、まあ、元ブログするために僕 GoPro 買ったんですけど、僕はなんか苦手だなって思いましたね。元ブログ、おい、ウインカー出せよ、おい、びっくりしたよ、おい。まあね、こういうウインカー出さない車もね、結構いるので、俗車に乗ってるんで、俗車&原付きなんでね、あー、俗車かと、だったらウインカー出さなくてもいいかみたいな人も結構いますけど、まあそこはね、俗車に乗ってるんでしゃあないかなと思いますね。まあ確かにウインカー出さないといけないのはそうなんですけど、まあ俗車乗ってるとね、結構アホ扱いされるんで、まあそこはしっかり受け入れないとね、しょうがない。まあ RZ の方はね、調子いいですよ、めちゃくちゃ。今ね、見てる方、どこ向かうんだろうって思ってるね、方がいるかと思うんですけど、どこ向かうかはお楽しみってことで、まあ本当ね、 GoPro 買ったはいいけど、あんまやってないんですよね。やってないし、何が苦手かって言ったら、あれですよ、バイク運転しながら喋るの苦手だな俺って思っちゃいましたね。ちょっとこう苦手意識がついちゃったのかな、 GoPro しながら喋るっていうのが。だからあんまり最初のうちはちょっとやってたんですけど、その GoPro 買った当時はね、まああんまりやらなくなりましたね。やってほしいですっていうリクエスト結構あるんですけど、やらなくなったなというか、なんかこう話がね、やっぱ運転しながらになっちゃうんで、こう話がまとまらなくなったりとか、なんかこう言いたいことがね、あんまりまとめて言えないなってちょっと思ったんですよね。なのでちょっと少なくなったかなっていうのは自分で思いましたね。ここ通り過ぎて、これ左だな、ここです、ここを左に曲がって、でね、ここを右に曲がるんですよ。はい、ここ来たことある方ね、いらっしゃると思うんですけど、 T サイトですね、 T サイト。まあよくね、イベントとかよくやってるんですけど、こっちはね、なんか池があるんですよね。まあなんかスタバとかあったり、いろいろあるんですよね。でね、僕が気になってるところがね、
ここなんですよね。これこれなんですよ。誰もいないね。誰もいないけど、どこ止めようかな。まあ、ここでいいか。はい、ここにじゃあ止めちゃいましょう。よし、はい、着きましたね。これね、多分ドッグランだと思うんですよ。ドッグラン、これね、ちょっと気になってたんで入ろうかなって思って。よし、じゃあ入ってみましょう。到着しましたね。まずね、こちらが T サイトなんですよね。で、まあ高級マンションが結構ね近くにあるんですよね。まあこういう感じになってます。池があって、まあこういう建物ですかね。で、僕が気になってたのがここなんですよ。これドッグランですよね。あ、書いてんじゃん。柏の葉ドッグガーデンエントランスって書いてますね。ちょっと行ってみましょう。ここね、気になってたんですよね。めちゃくちゃ絶対ドッグランだろうって思ってて、これめっちゃ気になってたんですけど、これどっから入んの？入る場所、あ、あそこだ。あそこから入るのか。これ多分勝手に入っちゃダメなのかな。柏の葉ドッグガーデン入るっぽいです。あ、なんか書いてますね。あ、開きましたね。はい、ドッグオーナーの皆様へ、ご利用の際は柏の葉 T サイト内受付カウンターアラモード、柏の葉 T サイト店にて受付完了後ご入場くださいって書いてますね。まあ普通にそうですよね。10時から6時半までやってます。最終受付5時半ですね。まあいろいろ書いてますけども、ああコロナ対策ですね。じゃあ勝手に入っちゃうとまずいんで、とりあえず出ちゃいます。外からね案内はできるのかなって思うんで、外からねご案内したいと思います。でね、こちらにねこう白犬カフェっていうのができたみたいなんですよね。 あちらにねワンちゃん抱っこしてる女性の方いますけど、白犬カフェこれできましたね。これねライトなんかピコピコ光ってますけど、これはカメラの関係で光ってるだけなんで。はい、そんな感じでね、僕ね利用してる人多いと思ってたんですけど、いないですね使ってる人。こういう感じになってますね。先ほどの入り口がここら辺なんですよね。こんな感じになってますね。これは雨降っても大丈夫なやつかな。まあパラソルみたいなのも置いてあるし、水も汲めますね。地面はね人工芝になってますね。人工芝で、こっちが、これなんだろうね、ちょっとふかふかの、カーペットみたいなやつですね。まあ、人工芝みたいなやつですね。で、向こうに、ベンチがあります。まあ、こういう感じになってて。楽しめるんじゃないですか、これは。ね、あそこにも蛇口がついてますね。ここにもね。ここはね、ずっと木になってたんですよ。なのでね、まあ、金額ちょっとね、調べて、載せておきます。まあ、こういうね、ドッグランがあるよっていうね今日はご紹介でした。でねこんなねアホみたいなバイクでこんなアホみたいなバイクで来ましたけど、まあちょっとこっち見てみましょうか。ここはねやっぱね、ここのドッグランに入らなくてももうなんかここが広いんで、リードつけていれば
ここでも散歩できるのかなって思いますね。別にドッグランに入らなくても、まあここでもね散歩ができるかなって感じですね。ドッグランしたい人は、こちらにね、入ってみてはいかがですかね。似合わないですねこのドッグランにこのバイクは似合わないですね。全然似合わないですね。場違いです場違いですね。こっちもなんかまたできるんじゃないですかね。ここもね土地が広いからいろいろできていくんじゃないですか。ここもね何もなかったんですよ最初。でもドッグラン作ったんですね。あそこに白犬カフェができたから多分作ったんでしょうね。まあそんな感じでね、ぜひ皆さん遊びに来てみてください。はい、ってことでいかがだったでしょうか。ドッグランね、あそこねまだできたばっかりだと思うんですけど、もしかしたらドッグランの周りをこう散歩してる人たちはいるんですけど、ドッグランに入る人は少ないのかな。ちょっとわかんないですけどね。できたばっかりだからあんまり入る人がいないのかどうなのかわからないですけど、ぜひね興味がある人は遊びに行ってみてください。元ブログやってくださいってリクエスト結構多いんですよね。そんな感じでまたやりますか。調子乗んなよー。